はい、どうも皆さんこんばんは。おはようございます。サイテーマンです。今回からなんですけれども、こちらドンキーコングトロピカルフリーズ、実況していけたらなと思います。本日発売ですね、5月3日発売のドンキーコング任天堂スイッチの新作になります。ちょっとね、楽しみにしてた作品なんで、早速やっていきましょう。初めからですね、いきます。モード選択、気軽にノリノリな冒険がしたいならファンキーモードがおすすめ。ファンキーコングでもドンキーコングでも遊べます。ほうほうほう。こっちが、腕に自信のあるプレイヤーはオリジナルモードにチャレンジ、途中でモードの変更はできません。まあまあ、この辺はまあ多分ファンキーモードがオーソドックスなノーマルなモードだと思うんで、ファンキーモードでいきましょう。で、人数選択、使いたいコントローラーの、一人です。僕一人ですね。はい、一人でやっていきます。一人で遊びます。よろしいですか？はい、よろしいです。いや、一人で行きますよ。ファンキーコングとドンキーコングが選べると、まあまあ最初なんでドンキーコングで行きましょうか。操作方法はマップやコースで、オプションから選んで変更することができますと。了解しました。ファンキーコングもね、後々ちょっと使っていきたいですね。あと多分 DD コングとか出てくると思うんですけど、ちなみにドンキーコングは1、2、3スーパーファミコンのやつをプレイしたことがあるんで、ある程度の操作はいけるかなと思います。いや、マリオデッセイみたいな感じで実況していけたらなと、楽しみながらね、やっていけたらなと思います。お、デリデデンじゃない、これデデデデンデデデン、懐かしいですね。そしてこの食べ物は一体何なんだと、バナナケーキみたいな。ドンキーコングのね、アニメがね、僕が20代後半の人の子供の頃にね、やってたんですよ。皆さんご存知か分かんないですけど、ドンキーコングのアニメあったのご存知でしょうか。その世代なんで、アニメも見てたんでね。お、なんか見てるやつがいるが、キングクルールか、これは違うかな。キングクルールはちょっと古いですかね。鳥なのにホラガイが必要だと。普通に自力で声出すとだろうって思うんですけど、鳥なら。今回はなんかペンギン系のやつが相手なのかな。これが多分ラスボスでしょうね。お、この BGM あれじゃないですか、ドンキーコング2のドンキーコング2のフィールド曲みたいなぽかったっすけど、あ、吹く前に消された。多分そうですよね、ドンキーコング2の面を選ぶ時のリズムじゃないかな、のアレンジじゃないかな。ドンキーコングはね、曲もいいんすよ。ドンキーコングは結構隠れた、あ、やっぱそうですね、隠れた名曲が多いんですよ、ドンキーコングって。それもちょっと楽しみの一つなんですけどね。なんかゲーム何でもそうなんですけど、原点に帰るというか、基本がなんか大事みたいになってきてますよね。その原点回帰というか、ドラゴンクエストにしろ、ゼルダの伝説にしろ、何でもこう原点にこう帰りつつありますよね。はい、じゃあ早速行きましょうか。一面かな。お、飛行機。 Y バツ、何 Y バツ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 。お、破壊していく。お、ドンキーが、お、まあ B ジャンプ。ちょっと操作方法だけ確認させてください。操作方法、ジョイコン2本持ち、ZLZR で掴む、そして投げる、引っ張る、はいはいはい、 DK に乗る、 DK から降りる。必殺技が LR か、 LR プラスLR、R と L を同時押しか。
で叩くローリングスピンが Y と X で B と A がジャンプ。皆さん簡単ですこれがいわゆるハンドスナップか、地面に叩きつける通称下 B です。皆さんこれ、このゲーム簡単です。いや、ただ操作方法が簡単なんですけど、ドンキーコングってね、意外に面が難しかったりとかもするんで。お、何、あ、こういうのも打てると。なるほどね、便利技ですね。でなんか必殺技があるって言ってたけど、あ、まだ打てないのか。必殺技なんか覚えるみたいな。これハンドスナップでダメージを与える。俺このハンドスナップめっちゃ使ってましたからね、昔ドンキーコング1とかの世代の頃、ハンドスナップでこう相手ひるました後になんか展開していくみたいなパターンでやってましたから。 Y ×、 あ、壊せると。なるほどね、破壊もできるってことですか。この辺は昔ながらのドンキーコングとそんなに差はないかなって感じですね。これちょっと危ないぞ、みんな注意していかないといけない。 OK、 今のちょっとね、不用意に突っ込んでやられるみたいな。お、ZL、 これがいわゆる掴むコマンドってやつですね。 OK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 、 あ、いけない、ちょっと待って、あ、これか、こっちで乗ってみたいな。 OK、 テンション上がるな、なんかドンキーコングやってるっていう。お、バナナ、なに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 、あ、バナナ出していってくれるみたいな。このバナナはちなみに100個集めれば1機アップになります。1機上がりますね。これチェックポイントかな、チェックポイント。皆さん、アクションゲームの定説なんですけど、チェックポイントの後は若干難しいものが用意されているっていうのは、あっと危ねえ、若干難しいものが用意されているっていうのはアクションゲームの定説です。これ危ないんで警戒で見しといて上に乗っていくと。たわいない、なんかちょっと嫌な予感がするが、よし。お、 DD って書いてんな。 DD 投げる。お、 DD だ。 DD にキャラ変更みたいなのはできないか、キャラ変更みたいなのはできないか。おっと危ないよ。あ、一応できないんだ。で DD 乗せてることによって若干ちょっと空中浮遊みたいなことができるってことですね。こういうことができると。ほう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 。ってことはこれクランキーコングとかも使えるってことなのかな。ディクシーとかさ、使っていけるみたいな。これ多分1キャップでしょ。欲しいが、欲しいが取れないでいく。しょうがないか。何？ YX、 あ、 YX でジャンプか。了解了解、オッケー。いや、めっちゃ楽しいんですけど見てくださってる方を置き去りにしていないかというのが非常に心配なところではあるんですが、今俺めっちゃ楽しんでます。すいません、ちょっと一人で楽しんでしまっている可能性があるが。おお、いや、これ皆さんね、ぜひやってみてください。ドンキーコングね、やったことあるよっていう方はぜひね。お、タルコマンド、めっちゃ楽しんで。おお、 3D になってるタルコマンドですが、確実に決めていく。このタルのあれはね、タイミングなんですよね。今こうタルが動いてるの分かりますかね。これだと左に行った時に打った方が確実なんですよ。確実というか思い通りのところに行ったりとかするんで、これタイミングですね。今のも1機アップ取っていきました。俺このゲームやったことないんですけど、今までのなんかドンキーコングのなんかセオリーみたいなものはちょっと通じます。さあ、行きましょう。チェックポイントですね。一面一面が結構長いのかな。これちょっと必要ないんで、あんまいらないわ。あの辺はあれですね、 DD を失っていたらもう一個、もう一機補充できるみたいな、そういう感じです。で今 DD 今背中に連れているんで誰も出てこなかったんですよ。 OK、 取っていく。これは多分壊せる。よし、なんかこうアクションゲームの今までのこのセオリーが通じるんですごく助かるんですけど、これちょっとさ、 DD とか使えたりしないの？ちょっと待ってね、 DD 使えたりしないのか。
DK から降りる、ZR、ZL。これ、キャラクター変更みたいなんて、できないんでしょうか。キャラクター変更、できないのかな？できないっぽいっすね。とりあえず、ドンキーってなると、もうドンキーを使う。お、ローリング？ちょっと待ってね。あ、ローリングも打てる。ちょ、やべやべやべ。これ多分やられたら、DD に変わるとかなのかな？それとも、違うね。ちょっと試しにやられてみたんですけど、多分 DD を失っただけですね。途中でキャラ変更みたいなのは多分できない仕様になってるんじゃないかな。だから、ドンキーコング選んだら、あ、できるできる。皆さん変、何？どういうこと？あ、フィールドに出てた敵を一気アップに変えたみたいなことか。これ途中のキャラ変更ができないっぽいですか？ちょっと操作方法じゃないから多分できないのかな。なんか昔はね、この、ま、A ボタンを押せばできたりとかしたんですけど。OK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 。お、壊して発射と。お、クリアです。ですか？クリアと。はいと。ちょっとね、キャラ変更のやり方は、もしかしてあるのかもしんないっすね。あ、O と G を取り忘れている。どこかに多分あったってことか。まあ、あのコングってのも極力集めていきたいところではありますね。さあ、DD を仲間に入れたことにより、今のでまあ一面なんで、一面ごときで、積んでられないっていうところがありますね。さあ今これ DD 連れてるんですけど、マジで変更できないのか。あ、コング選択。あ、次じゃあファンキーコング使ってみてもいいですかね。ファンキーコングじゃあ使ってみます。ファンキーコングは最初から体力が5つあります。ジャンプ中にジャンプボタンを押せばもう一度ジャンプできます。2段ジャンプか。空中でジャンプボタンを長押しすると、ホバリングし続けます。トゲを踏んでもダメージを受けません。また水中で息切れせずに泳ぎ続けられたり、自分だけで連続してローリングや、スイムスピンを出したりもできます。強え。どう考えても強いだろ。はい、ただし、何々で、みたいなのがなかったよね、今ね。ただし、なんとかができません、みたいなのが、あらゆる面においてドンキーコングを上回っていたわけだが。さあ、じゃあ早速ファンキーコング、今回の目玉であるファンキーコング使っていきましょう。おお、2段ジャンプできて、ホバリングで徐々に移動、つえー、でローリングで永遠回転できるみたいな。ちょっと危なかった今の。すいません、今のちょっと危なかったです。しかもこれハンドスナイプもできる。めっちゃ強いじゃん。めっちゃ強いじゃないですか。ちょっと俺これ無双していきますよ。あ、ZL、ZR。ZL、ZR。まあでもこれホバリングで、これトゲのところ要は回避していけるってことでしょ。強。これドンキーコングにできなかったこと、いろいろできるキャラでしかないですね、これ。OK。2段ジャンプで、ちょっと待ってね。Z、これかな？掴んで、投げる。多分これ上に行けっていうことじゃないかな？これ届かないですもんね。ちょっと待ってね。ZL。あ、なるほどね。捕まることができると。ははは。は、お、ファンキーコング。多分ファンキーコングは仲間をつけることができないんだと思います。その代わり、ドンキーとかディディとかだったら仲間をいろいろ使ってみたいなことができるんでしょうけど、ファンキーコングの場合それができないんだと思うんですよ。だからこんなに固定の能力が高いんだと思います。固定能力っていうんですかね、その初期の能力が高いんだと思います。キャラ変更とかができないから。なるほどね。強すぎるもんね。だってこんな2段ジャンプできて、なおかつこんなローリングとかもあるっていう。倒していく。ただ
あの若干ねドンキーとかと比べて癖があるんで使いにくいといえば使いにくいです。ただ安全に行くんだったら絶対2段ジャンプを駆使していけばサクサクいけるんで。お、あ、これを使えってことか。了解了解、任天堂さん了解しましたよ。こういうことでしょ、要は。で重力、その浮力を利用していって、浮力を利用して飛び込んでいくと、これここからさらに派生みたいな、相手踏んだ後の2段ジャンプもできるんだ。つえーよ任天堂さん、これファンキーコングつえーよ。これはローリングした後にジャンプ、2段ジャンプ挟んで空中つかみでもいけたか。これ多分下かな。お、一応ドンキーと同じ動きができると。これ最初の方はあれだけど、後半とかなってくると俺余裕なくなってくるんだろうな。最初の方だと俺これぶっちゃけちょっと無双していけるみたいな感ありますけど、後半とかなってくると多分難易度上がってきて余裕とかなくなってくるんだと思うんですよね。ぶっちゃけ今のところ非常に余裕でいけております。捕まっていく、そしてジャンプで樽を使うことによってヒットポイントを回復していくと。これちょっと一旦降りて一旦降りて、バナナも順調に回収していくと。お、これあれか。お、乗っていく。こういうギミックもドンキーコングの楽しいところの一つですね。なんかトロッコに乗ったりとかも一応あるんですよ。まだ先のパートになるかなと思うんですけど。おお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 お、危ない危ないちょっと待って、危ない危ない危ない、これ危ないよ、リアルに危ないよこれ。一応これ回収しておきたいが、多分右の鳥を使わないと取れない。よし、オッケー、バナナか、まあまあいいや。はい、とりあえずファンキーコングも使っていきました。まあ、コング完全に無視してますけど、ファンキーコングは強いのはわかるんですけど、俺はドンキーコングの方がいつも通りの動きができて使いやすかったかなっていう感がありますね。これが、これがなんだ、上にも一応行けると。上が一応メインの面か。ってことは下のこの飛行機は、これは多分どこか面、別の面にワープできたりとかってことだと思うんですけど。へいへいへい、元気かい？ You アイランドのヒーローに。トークスはショップでもう一儲け。ベリーたくさん買ってください。半分以上何言ってるのか分かんないっていうね。あ、買い物ができるってことか。持っているアイテム、いくつあっても困らない、持ってないと始まらない。おっと、ミスった、起こした、そういう時ブリンバルーンだよ。水の中じゃ息ができない。なるほどね、アイテム購入ができるっていうことですか。はい、ということなんですけれども、一旦この辺でこのパート終わります。次回もね、またこのドンキーコング遊んでいけたらなと思います。ということでお疲れ様でした、ありがとうございました。